サッカー J1 の浦和レッズと警察が連携して試合を見に来た子どもたちが警察官の仕事体験として警察犬を連れてスタジアム内のパトロールなどを行いました。25日、浦和レッズの本拠地埼玉スタジアムではサッカーの試合を見に来た子どもたちに向けた警察の仕事の体験イベントが行われました。子どもたちは鑑識活動として実際に指紋を採取したり、スタジアム内に不審な人物がいないか警察犬を連れてパトロールを行ったりしました。勉強になったと思いました。警察官になって警察犬を連れてパトロールした。警察は今回の子どもたちの経験が地域に広がり安心な街づくりにつながってほしいとしています。